アントニオ・デイビスは、カリフォルニア州オークランド出身のバスケットボール選手。身長206センチメートル、体重111キログラム。NBA のインディアナ・ペイサーズや、トロント・ラプターズで活躍した。元 NBA 選手会会長。テキサス大学エルパソコを卒業後、1990年の NBA ドラフトで、インディアナ・ペイサーズから2巡目45位で指名された。 しかしデイビスはヨーロッパのクラブチームに移籍し3シーズンにわたってプレーした。1993年フリーエージェントとしてインディアナペーサーズと契約を結び NBA 入り。チームメイトのデール・デイビスと共にデイビス・ブラザーと呼ばれる強力なフロントコートのコンビを組んだ。主にシックスマンとしてベンチからの出場が多かったが契約金は 先発並みで高所にわたって活躍する姿は、ファンやコーチ陣からの評価も高かった。1999年、デイビスは、ドラフト語位指名権と引き換えに、トロントラプターズに、トレードされた。トロントで過ごした2000から2001シーズン、デイビスは、オールスターに選出されたほか、翌2002年には、世界選手権のアメリカ代表にも選出された。2003年、 シカゴブルズにトレードされた。2005年のトレーニングキャンプ直前にエディカリーと共にマイケル・スウィートニー、ディム・トーマス、ジャーメイン・ジャクソンとのトレードでニューヨーク・ニックスに放出された。体を張ったディフェンスが最大の売り。闘志ふれるプレーでチームに活力をもたらすシックスマン。アウトサイドはないがゴール下での得点力にも優れていた。また、 ヨーロッパでプレーした経験を買われて国際試合の代表に選出されたこともある。ありがとうございます。